い、どうも毎日ポジティブ462回目でございます。そう、私がスーパーポジティブリーチャー福地です。よろしくお願いいたします。さあ、今日のお話なんですけども、今日はですね、僕の専門時代、調理の専門学校に通ってたんですけども、その専門時代に友達だった方がですね、結婚されまして、その結婚した旦那さんがですね、農家をやってると。で、去年のですね、台風の被害で、ビニールハウスが全滅してしまったらしいんですよ。それでもね、もう一度再起、諦めずにですね、作物を育ててトウモロコシをですね、今年収穫をしたという連絡が入りまして、まあ、ぜひとも買ってほしいということなので、トウモロコシをですね一箱購入いたしました。トウモロコシいっぱいあります。15本ぐらいですかね、あります。このトウモロコシをですね、僕が今日来てくれたお客様にですね、ちょっと調理をして売ろうと思うんですけども、やっぱ今ね、コロナ禍においてどうね、お金を使っていくかってすごく僕は重要だと思うんですね。定額給付金も入りましたし、どんなことでね、まあ、いろいろその人それぞれ、ね、使い方はもうどんな使い方でもね、経済が回るのでいいんですけど、僕はやっぱこうやってですね、今まで、こう出会って縁のある人たちにね、どんななんかお金を使っていきたいなと思います。まあ、ちょっと双子かどうか迷ったんですけど、いやちょっと一箱うちの店でね、二箱売り切れるかって言ったら厳しいので、これ冷蔵保存なんで、とりあえず今日ですね、バンバン売ってですね、でその味の感想なんかもね、その方にちょっと送って、でそのよりね、こうトウモロコシをこれからまた作っていく励みにしてもらいたいなと思います。まあ、きっとね、今いろんな SNS でもね、今こんな状況なんです。特に生産者の方々がですね、本当に困ってるというのをよく聞きます、ね、今までね、こうお店からこう発注が来てね、注文が来て、それでこうどんどん搬入していたものが、今もうお店自体が開けれないとか、開けたとしても今までの半分ぐらいのお客様しか来ないと。だからもう発注する量もね、半分ぐらいになってしまうと。その分余ってしまったものが売れ残ってしまうね、僕ニュースで見たんですけども、なんかもう小松菜をね、どんどんなんかこれもうこれ廃棄しないといけないって捨ててるね、動画があって、もうそんなことね、もういろんな思いを込めてね、その生産者の方がですね、作ったものを廃棄せざるを得ない状況があると。すごくその映像を見てもう心が痛いですし、まあ、そんなことね、もちろんね、生産者の方もねしたくないんですけど、でもここに あるとまた次の作物を作れないし、どうやっても売れないと、多分諦めてしまったんでしょうね。でも今の時代 SNS ありますから、どんどんね発信して、でそういうものでね、特に自分のに関わる人たちのものっていうのはできる限りね、僕は買っていきたいなと思うし、そこで買って終わりじゃなくて、それをね、まあ、僕はお店をやってるんで、来てくれた方々にね、食べてもらったりしながら、こうみんなでね、こううまく循環させていきたいなと思います。まあ、これからのコロナの時代はこうそうやってね、まずは自分、そして自分から周りの人たち、もう周りにいる人たちをね、少しずつね、喜ばせていきながら、その広がりがね、どんどんこうつながって日本全体、世界全体につながっていくのかなと思います。あと今日ですね、前回、赤いポストの中にですね入ってた お金ですね、うちのお店ポジティブだからピンチになった時に使うというお金、皆さんにお金をいただいたものをですね、今日うちのお店の常連の島村さんっていうですね、ボランティア活動をされている方に振り込みました。はい、2万と3000円ちょっとですね、まあ、それを使って今まさに毎日ボランティアをしている方なんで、もう目の前にいる人にね、人を救ってもらえたら、そのお金が意味があるなと思います。そうやって意味のあるお金をですね、これからもどんどん使っていきたいなと思います。ということで、以上、毎日ポジティブ462回目でございました。ご視聴ありがとうございます。美味しいトウモロコシ食べよう。